足は指2本開けて持ちましょう。はい、ブルシードリームチャンネル。はい、ということですね。はい、今日もぴったりでございますが、はい、この縦打ちの基本ですね、2つ目、バチさばきというのをやっていきます。はい、バチさばきです。バチさばき。これはね、教材順番になってますんで、はい、やはりこの和太鼓と全身を使っていくんですね。足も使って、腕も使って、声も出して、表情も、いろんなところを使って大変なんですが、一つずつですね、順を追って、使える、動かすパートを増やしていくというような流れになっています。はい。で、この二つ目のバチさばきでは、この手のひらの形、そして手のひら、そうですね、あと指っていうところを使っていきます。はい。あと、腕もこう使って、ちょっと使っていきますが、手を中心にですね、使っていきます。ですね。でこのバチさばきというのは、3つタイプがあります。バチさばきですね。1つ目は、抜き手のバチさばき、はい、抜き手、はい、抜き手ですね、抜き手というのは、こういうこう人差し指を出してですね、第一関節にこうバチが絡んでいくという状態ですね。で、正面から見たときにこう抜き手になったときにここにこう空洞ができるんですね。これが、この滑走路というかですね、バチのしなる遊びになるんですよ。軌道ですね。になります。で、バチを抜いてですね、力を抜いてバチがしなるようにと、回転脂肪を作ってあげるわけですね。で、この抜き手のバチさばきですね。まずこの。で、バチが、こうしなっていくときですね、バチさばきというのはこうバチがこうしなっていくわけですが、このときに、重要なポイントが、2つ、力をですね、2つ使っていきます。で、1つ目の力はですね、慣性の法則と。いうやつですね。はい。この腕が上がるとバチは下がり、はい、で腕が下がるとバチは上がるという慣性の法則ですね。電車なんか乗っててこう急に電車とドーッとドドドとなりますね。電車は止まるんですが、自分はこう投げ出されると、こういう力が働くわけですね。慣性の法則、はい、理科とかで習いましたね、はい、これを使っていくわけですが、はい、でもう一つですね、テコの原理、これを使っていきます。で、テコの原理は、このバチのこう支えているところが、支点と、で、このバチがしなっていくところがこう力点と、作用点ですね、作用点。そして、この、腕とか手首とかが、力点になるわけですが、力点はですね、このテコの棒が長ければ長いほど、その力はこう大きく、小さい力で大きな力を生み出すことができるわけですね。なので、この手首ですと、短いですね、この棒が、力点が短い、近いですね。で、腕。ちょっとでこの二の腕ですね、二の腕が、一番ですね、この力点としては、もっと言えばこう腕の根元とかのですね、こう力点としては、小さい力でより大きな、力を生み出すことができるわけですね。なので、このバチに、バチがしなるという動きを働かせるためには、この慣性の法則と、テコの原理というのを使っています。で、腕を上げます。腕を上げて、でこの腕ちょっとこう下がる、動かすとですね、こうバチがこうになっと動いてくるんですね。で、これを、手首とかではなく、腕の方をですね、金魚運動みたいなやつですね。そう、一番わかりやすいのは、ボールペンですよ。やりましたね。今、リアルにやってる方も、そういうこういう、こう、にゃ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 と、そう、しなるやつですね。そう、こういうやつなんですよ。ですけど。これを、この、バチに働かせるわけですね。そうすると、この通気性が良くなるんですね。そう、握ったままだと、どうしても豆ができやすくなったりとかですね。であと、見た目的にも硬くなるんですね。で、やはりこの世で一番最強の力っていうのはスピードなわけですね。そう、このスピードを生むためには、この遊びがないとですね、バチがこう早く回転しないわけですね。これ握ったままだと、この物質が動く時の力がですね、このしなり慣性の法則とテコの原理が一緒にこう合わせて使った時に、このバチに対してね、握ったままとこうバチがこう全部見えるんですが、回転していくとね、シュッとこう正面から見たのとか一回こうバチがこう消えたりするんですね。こういう働きをさせて、できるだけ体に負担がなくですね、で音もクリアになっていくようにしていくというところですね。そのためにこのバチさばきというのは非常に重要なポイントです。重要です。はい。なので、この腕をですね、最初なかなかうまくしなってくれませんが、ちょっとね、こうやってると、動いたと、だんだん動いてきますね。はい、動いたときはもう感動ですよ。はい、ここですね、腕を使ってこう動かしていきますね。腕の根元をこうちょっとこうピクッと。
そういいですね、そうピクッと、はい、こう動いた時嬉しいですね、はい、こうバチがしなと、これバチのしなり、そうそうです、バチのしなりでバチさばきですね、はい、でこれが、抜き手という指の、手のひらの形ですね、でやるのが一つ目抜き手のバチさばき、そして二つ目握り手ですね、握り手、これはもうじゃんけんグッじゃんけんグッグッですね、はい、さっきのちょっと田舎チョキって言ったりする地方もありますが、抜き手、抜き手の時、抜き手、抜き手の形で握り手はグーです、グーグーですね、でグーですが、まあ、グーのままだとこうバチがしならないんですよ、まあ当然ですね、でこのしならせるためにはこの小指の方ですね、はい、こうしなり手という状態ですね、バチがこうしなるようにします、しなる、握ったままとバチがしならないんでこの小指側ですね、で、このバチがですね腕と、まあ、大体こう平行になるようですね、最初できるだけ可動域を広めた方がいいんですね、だからこれぐらいしなるのと、まあ、できるだけ最初はたくさんしなっていくようにこうバチと腕が平行にですね、腕ですね、そう腕とバチが平行になるようにしなるようにやっていきます、これも最初なかなかこううまくしなってくれませんが、そうです、やってるうちにこうだんだんですね、まあ、自転車と同じですよ、そう最初はなかなかこうペダルを、ね、バランスを取るのは難しいですね、こうバチがこうローリングしちゃったりしてですね、するわけですが、これがバチがこうローリングしないようにですね、バチをこうしならせています、 できるだけ、まあ、こういうふうにねこうバチが、まあ、これバチ回しとかねするときはこう回転ローリングさせていくんですが、こうしならないようにですねしならないようにこうやっています、で手のひらをね握りしめずにこう遊びを作ってバチがしないようにしています、こういう形ですね、はい、でこれが握り手のバチさばきですね、そして3つ目はいよいよこの抜き手と握り手をですね、こう連動させていきます。そう抜き手からのこう握り手と、抜き手からの握り手と、最初こう抜き手です。抜き手から、そうなんで、このバチのしなりとしてはですね、この人差し指の付け根からこううわっとこうしなってですね、ここまで来るんですね。こうしなってでそこからこうここにグイ、最終的にはグイだ。人差し指をこの付け根からここからスタートして、そうなんですね、スタートしてうわーっと失って、そうこの形に超ウトラスローですよ、なんとかストロボカメラみたいな、そういう、はい、こういう動きをするね、でこの同時再生、うおーこう失ってこうなるんですね、で最終的に打った時にこの握り手の形に、まあ、ドンって打つときはなるようにします。で、コツコツとこのバチの先端のですね、先っちょで打つときはこの抜き手のまま打ったですね。ちょっとこう音を強くしたときは腕を上げて今度はこうドーンと打ったします。はい、これはまああと4のときですね、構えというところで打ち方は、まあ、詳しく説明していきますが、ここではこのバチさばきというですね、バチさばき。はい、でこれまあ一つ注意しないといけないのが、これ今カチバチでやってますが、で私たちはこのバチのしなりっていうところが、まあ、ある程度こう掴めてるからですね、まあ、検証になったりすることがあるんですが、うん、重たいバチですね、いきなりこう練習したりすると使い方がわからない状態にするとちょっと手首をねこう痛めたりする人もいますので、そのあたりは、まあ、何かこうバチさばきをするときは本当は打った方がいいですね、ドーンと物を打った方がいいです。で今はこのバチのしなりと動きをですねちょっと分かりやすく説明するためにですね、はい、バチだけやってますが、はい、まあ、通常ねあんまりやらない方がいいです、そうですね、これだけではね、そうですね、はい、まあ、この手のひらでこうバチをしならせたりするっていうところとかですね、あと腕のこのあれですね、この慣性の法則も動きの練習とかはこうすると言ってます、そうですね、バチを持たないでやった方がいいかも、はい、そう、まあ、やはりこの腕立てとかですね体力をつけるっていうところも、まあ、演奏を乗り切ったりするときは重要ですが、やっぱりこの体をね柔軟に使えるっていうところも一つのポイントですので、こういうところですね、腕の使い方っていうところをやってみるといいと思います、はい、ということですね、はい、はい、ではこのバチさばきというように説明していきました、いきました、はい、次回は何ですか、次回はドン、いよいよ太鼓を使ってですね、ドン、いよいよ、そういよいよですね、ドンって言うんですか、もう太鼓を打つとなるとね、まあ、ドンっていう音が鳴らないとちょっともやっとします、ね、そうです、はい、そのドンっていう音を鳴らすためのポイントっていうところをご紹介していきたいと思います、はい、はい。